はい、ここで、京さんと葛西明議員です。お願いします。皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員葛西明です。今晩が50回目の官邸前行動、皆さんがこうやって声を上げ続けていることが本当に大事だと思います。だって皆さん、あの汚染水漏れは何ですか。東京電力は3月18日に報告したペーパーの中で、地下貯水槽の耐用年数は10年だから大丈夫と言ってたんです。10年どころじゃない、すぐに漏れちゃったじゃないですか。その東電のいい加減な話を国も政府も規制委員会も OK だと言って追認してきた、責任は重大じゃないでしょうか。東電任せは許されない。今週国会の特別委員会で国会事故調のメンバーが来てみんな言いました。黒川元委員長も言いました。事故は収束どころじゃない、誰が見たって当たり前じゃないですかって言ってました。当たり前じゃないですか。皆さん、収束宣言撤回させて、そして収束、それから廃炉に向けて力を尽くして全ての英知を結集する、それが国の責任じゃないでしょうか。安倍首相は何やってんだ。そして皆さんとご一緒にこの事故を絶対に繰り返させないために、皆さんと一緒にコールしたいと思います。収束宣言直ちに撤回、収束宣言直ちに撤回。福島原発10基を廃炉、頑張りましょう。